ダシマドガちゃん。ダシマ。動画。てねこです。ゆきです。今日はテレビくん4月号。今日はね、こちらの付録で遊んでいきたいと思います。はい。今回もね、すげえ付録がいっぱいついてるんですよ。っていうかね、見てくれ、この表紙を。もうね、なんかいろいろ突っ込みどころが満載なんだよ。気になるものがいっぱい映っている。そうそう。はい。見てくれ。これね。エグゼイドレベル99。いやなんかすごくね。で、あとね、見て、キューレンジャー。シシレッドがね、すごいことになっております、はい、ダンシングスターシシレット踊って倒せだってすごくね、うん、で、付録付録1シシレット超なりきりセット付録にはね、ブッドバスオルメダル仮面ライダーエグゼイドレベル1がついてきますと。なぜ今レベル1なんだろう。はい、そして、付録3、ガンバライジングカード。付録4は、キュレンジャーステッカー。はい。まぁ、今回もね、超豪華でございます。じゃあ、付録をね、見ていく前に、今回はもう少しだけ中を覗いていきましょう。はい。じゃあ、ちょっとだけですよ。はい。まず、開くとね、はい。シシレットの面だ。付録4の、キュレンジャーステッカー。はい。これいいね。うん、その後ろにシシレット1シシレットをなりきりセットのマスクですね。はい、これ付録1だよ。作る前だと結構なんかだるまみたいな。で、ちょっとだけね、ちょっとだけ、見ますか。見て、私言ってたの3と3がかかります。え、何これ。何キュー玉これ。あ、ペガサスキュー玉だってさ。ちょっと待って待って待って、これ待ってよ。ちょっと待って、落ち着け。まださ、3話しかやってないんだよ。で、まださ、まだね、サソルオレンジも、ワシピンクも、仲間にもなってないし、登場すらしてないのに、もうすでにね、パワーフォームが出ますと。早いね、キューレンジャー。うん、キューレンジャー早い。あれ？ジュオージャーのさ、ジュオゴリラってこんなに早かったっけ？第4話とか5話とかで出てきたんだっけ？あ、違う。忘れちゃったな。じゃあ、あとね、ちょこっと見ますか。あ、あ、ちょっと、あんまりこう、詳しくね、見せちゃうと、あれなんで、まあ、パパパッとね、あー、なんですか、これは。なんですか、これは。すごい。だってさ、この足さ、オムシブラックみたいな。オムシブラックみたいな足してるね。すごいね。これすごいね。いや、あエグゼイド何でもありかい。若い。すげえ。バカ野郎。すげえ。あ、すげえ。あ、トバイか。まあこんな感じでね。あ、ちょっと。あ、ぶっ飛ばされる。情報も載っておりますね。はい。いや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 、すごいっすね。あらあら、あら、次楽しみだね。これなんだろう。5月号の付録だって。え、これ何？これも謎の新戦士。謎の新戦士。え、これはえ、あ、キューレンジャーの謎の新戦士と。これは？わかんない、これも。え、すごい。何のライダーなんだろう、わかんない。へえ、ちょっと。いや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 、なんかすごいね。なんかすごいのいっぱい。こういうの。すごいのいっぱい。こういうのもあるんだ。あ、すごい。なんか、キュー玉。何？コックピットセットだって。え？テレビ本編の中でみんな乗ってるやつだよ。あれが再現されているわけだよ。すごいね、これ。うん、ガッチャンってさせて、はめればいいんだよね。うん、そうだね。そして、キュー出るんだ。はい、このような感じになっております。まあ、パパッと見たんですけど、まあすごいね、うん、いやすごい、はい、うん、じゃあね、付録見ていきましょう。はい、付録1、付録1や、ちょっと開けちゃおうか、うん、よいしょ、はい、一番最初に取り出しました、こちら付録3のガンバライジングカード、はい、仮面ライダーエグゼイドアクションゲーマーレベル2の背中。バーストバーストするとこんな感じ。おお、かっこいいね、うん、なぜ今レベル2なんだろうか。そしてブッドバスオール、じゃん、じゃん、はい、こちらはエグゼイドレベル1ですね、うん、
はい、このような感じ。絵柄がさ、めっちゃかっこいいよ。エグゼイドレベル2のシルエットも後ろにね、載ってて。で、星4、いいっすね。これじゃあ、ぶっ飛ばそうで使う。うん。もちろんこれは本物なので、ぶっ飛ばそうでね、使えます。はい。ブロクイチ。はい、そしてこちらが、ブロクイチ。ブロクイチの、キュレンジャーなりきりセットですよ。はい。よいしょ。すげえ。で、これをね、作っていきたいと思います。一気にいこうか。はい、はい、せーの、はい、完成しました。めっちゃアップちょっと見ていこうか。はい、こちらシシレットのマスクですね。すごいね、うん、さあ、そしてこちらがアーマーになります。はい、シシレットのね、印象的な胸のマークが入っております。はい、そしてじゃーん、すごいね、これかなり本格的な星座ブラスターです。こんな感じになっております。はい、これね、こう手通してこう握ればね、完璧です。そしてね、なんと9玉9玉デラックス版と比べてみるとこんな感じでございます。すごいね。でね、ちゃんとね、回ります。はい、さすがにこうマースライドのギミックはないけど、こうね、回転はします。うん、はい、デラックス版と比べてもね、本当によくできていますね。はい、で、デラックス版よりも少し、大きいです。さあ、カナト君に、装着してもらいました。こんな感じでございます。でね、この星座ブラスター、実はね、9玉がちゃんとセットできるんですよ。こっち、おお、すげえ。シシ9玉大チャレンジスーパーパー、シシレット。いかがですか？かっこいい。ね、いいね。はい、そんなわけ、今日はテレビくん四月号の付録で遊んでみました。シシレットすごいかっこいいね。みんなも買って遊んでみてね。そんなわけ、今日がね。バイバーイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。これからはですね、スマホやタブレットでご覧の皆様も画面タッチで次の動画へ行くことができるようになりましたので、はい、ぜひね、はい、押してランシマ動画チャンネルいっぱい見てください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。